はい、こんにちは、ロクスタでございます。ロクスタさん、はい、最近いっぱいオーディオインターフェースのレビューさせてもらってると思うんですけど、うん、なんか私の要望ばかり答えてもらっちゃってるなってことに。そうね、わがまままみちゃんの話ばっかり聞いてるよね。ついさっき気づきまして。さっき気づいたの？はい。え、遅くない？あれ？そう、だから気づいちゃったんですけど、うん、結局のところ、うん、この価格帯というか今までこう紹介してもらった価格帯の中で、うん、ロクスタさんの一番の好みというか一番いいなと思うものって何ですか？あー、なるほど。ね、昔ね、一回実はレビューやって、その時にちょっとびっくりしたやつがあるので、それちょっと紹介しようかなと思うんだけど、はい、これです。お、あのね、 ID14M2、オーディエントっていうメーカーなんだけど、はい、これね、直接会った人とかにはたまにこう話してるんだけど、低価格なオーディオインターフェースのレビュー、昔さっき言った通りやったんだけど、その時に本当にびっくりして、うーん、音が良くて。あ、そうなんですね、音がいいんだ。もうとにかくね、あの、多分これインプットの音もアウトプット、まあ、特にヘッドホンとかねの音がもう本当にこの価格帯の中ではそれで言うとすごい良かったので、これちょっとじゃあ今回紹介させてもらいます。はい、じゃあ今日はこのインターフェースについて教えてください。はい、じゃあこのオーディエントの ID14M2 について、今日はだいぶこれまでのレビューに比べると個人的な意見も多いかと思うんですけど、ぜひ最後まで見ていただければと思います。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、でね、この ID14M2 なんだけど、はい、まあ、さっき言った通り、まずね、一番特徴的なのはマイク入力。おー、はい、あのオーディエントって今までもさ、 SSL とかフォーカスライトとかっていう、いわゆるもう本当にプロフェッショナルグレードのレコーディング機材とかを作ってるメーカーさんが作ったオーディオインターフェースってあったと思うんだけど、はい、このオーディエントもまさしくそういうメーカー。あ、そうなんですね。そう、イギリスのメーカーで、やっぱりここもあのオーディエントってやっぱその大きなミキサーを作ってる会社 でそこがそのミキサーに搭載されてるマイクプリアンプの回路設計をそのまんまこのインターフェースに持ち込んじゃったわけ。へえ。そう、だからプロフェッショナルレコーディングするようなさ、ミキサーなんてものすごい高いわけじゃん。そうですよね。そう、その回路設計そのまんまこんなちっちゃい、これも値段多分3万円後半とか4万円ぐらいなんだけど、そこのマイクプリアンプの回路に持ち込んじゃったっていうだけあって、やっぱね、あの前レコーディングした時の俺の感想なんだけど、はい、音はね、とにかく、ね、太かった。太い芯がある感じ。そうそうそう、だからやっぱこう音像感というか実像感がすごい、グッとヘッドホンでアコギとかこう撮ってても、6弦をドゥッて鳴らした時はさ、あの巻き弦のさ、はい、なんかドゥンって音あるじゃん。 ありますね。で、あれがやっぱりマイクプリアンプとかがそんなに性能が高くないと、なんて言うんだろうな、あの巻き弦の独特な音の太さみたいなのが伝わってこないんだけど、同じようなやっぱ価格帯、こう何個も何個もこう連続して音取ってるとさ、はい、変化分かりやすいじゃん。そうですね。これに変えた瞬間の音の変化がね、とにかく未だに覚えてて。あ、結構やっぱ違いますか？違ったの。だってもう俺これ、ね、やったの多分3年前とかも4年近く前やったのに、未だに覚えてるの。へー。そう、それぐらい印象的だったの。なので、まずはこのマイクプリアンプの品質の高さっていうのが、 SSL とか、はい、フォーカスライトとか、やっぱりその入力に特徴的なあのメーカーさんとまた違った、こういう言い方が正しいか分かんないけど、分かりやすい、伝わりやすい言い方するとよりアナログ的。うん、なんか本当にアナログ機材に入れてこう太さが出てるなっていう感じがしてるっていうのがまあ一つね。はい。そうで、あともう一つ入力ってことで言うと、実はここにね、楽器入力があるの。お、そう、あのギターとかベースとかさせるとか。はい。で、あのワミちゃんもギター弾くじゃない。弾きますね。そうで、ここに直接アコギとか、まあ、例えばエレキギターとかエレキベースとかそのままさせるようになってるんだけど、ここの、まあ、いわゆるインスト入力、あのインストゥルメント、まあ、いわゆる楽器入力って言われてるところなんだけど、はい、ここもね、音がね、めっちゃ太かった。へえ。そう、あのなんでマイクとなんかすごい共通してる感じをすごい感じて、はい、なんでここもやっぱ前レビューした時って俺必ずマイクでアコギ取ったりとか声取ったりとかで、こっちでエレキギターの音取ったんだけど、はい、エレキギターをただ楽器入力入れてやるとちょっとペケペケした音になるじゃん。そうですね。でもやっぱあのペケペケの音にも太かったりとか、ちょっときらびやかだったりとか、ちょっと線が細いとか、まあ、いろいろあるのよ、はい、でやっぱりこのオーディエントの楽器入力はマイクのとこと一緒で音の太さがね、際立つ。
そうなんですね。そうだからね、まみちゃんにもぜひね、音にこだわるんだったら一回使ってみてほしいな。ちょっと気になりますね。気になるでしょう、はい。まあ、あとでね、音もね、撮ってあるので、ぜひ皆さんにも聞いてもらいたいと思うんですけど、はい、あとは結構この値段にしては珍しいのが、アウトプット4チャンネルあるんだよね。おお、本当だ。そう、通常だとさ 1,2 個だけやってます。ステレオで LR だけ出すみたいなのが多いんだけど、4チャンネルあるから、例えば 1,2 に関してはモニタースピーカーにつないでおいて、3番4番は例えば他の人がヘッドホンで聞いて、自分でそのバランスをこう音量調整したいみたいな時に、ここからヘッドホンのアンプにまた別でつないで、別の人はそこで音量調整して、まあ、モニタリングできるみたいなことで、3、4使ったりみたいなことできたりする。へえ。そう、まあ、あとはちょっとこれ結構このクラス使う人だったら珍しいかもしれないんだけど、はい、別のアウトボード。アウトボード、そう、アウトボードっていうのは、いわゆるコンプレッサーとかイコライザーとかのベース種の機械いっぱいあるじゃん。 ありますね。そう、ああいう別の機材につなぐときに、ここからアウトで出して入力に入れて、でそこからまた戻してきて DAW に入れるみたいなことができるために、あ、まあ、モニタースピーカーと別でやるから差し替えなくて済むよね。そうそうそう、まあ、そういったことも使えるように3、4がついてます。で、あとはトークバック。おお、そう、まあ、マミちゃんもさ、レコーディングでさ、トークバックこっち側からさ、ディレクターさんとかさ、はい、エンジニアさんが使うことあるじゃない。ありますね。実はこのね、トークバック機能ついてる。え、めっちゃいい。そうで、このトークバックなんだけど、実際マイクはここについてないんだけど、はい、インターフェースパソコンとつないで、例えば MacBook とかだとマイクついてるじゃん、はい、なんでこれのトークバックを使うと、その MacBook のマイクがトークバックマイクになる。自動的にじゃあこう認識してくれて、そう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 、うん、なるので、ちょっと離れたところでレコーディングとかまみちゃんがしてて、で一人エンジニアさんみたいな人がこういじってくれてる時にトークバックオンにして、はい、でヘッドホンとかにこう声が聞こえる。めちゃめちゃ便利ですね。そうそうそう、なので、まあ、そういうちょっと小技の効いたような感じのこととか、あと小技で言うとね、もう一個ここかな、ファンタム電源、コンデンサーマイク使う時 48V あるじゃん、はい、よくあるのは1日間共通でボタンピッと押すと両方ともファンタム入って、ピッと押すと両方とも消えるみたいな、両方共通が多いんだけど、これちゃんと 48V1 個ずつ独立してるっていうのがあるので、例えばこれね、まあ、これもあんまりないんだけど、リボンマイクっていうマイクあるの、はい、よくあるゴッパーとかさ、ライブとかですか、ああいうのはダイナミックマイク、はい、でレコーディングとかでよく使うのが、まあ、いわゆるコンデンサーマイクと、あとはリボンマイクっていう、まあ、一番マイクでいうと歴史上古いって言われてるリボンマイクっていうのも、リボンマイクって実はこのファンタム電源オンにしちゃうと壊れちゃう。え、そう、なので片方コンデンサーマイクつないでて、もう片方リボンマイクつないで、まあ、こんなことそうそうこのクラス使う方はなかなかないんだけど、その時にリボンマイクの方はオフにしといて、コンデンサーマイクの方はオンにしとくっていう。こうするとリボンマイクにファンタム電源送んなくていいから壊れる心配ないけど、もしこれ共通だったらさ、はい、両方させたいって言ってもさせないんだよね。確かにそうですよね。そうなっちゃうので、そんな時にもこういう独立してるファンタム電源っていうのは非常にありがたかったです。うん、なるほど。で、小技というと、もう一個はこのヘッドホン、はい、これさ、ちょっと太めのさ、よくあるプラグと、はい、あとイヤホンとかのちっちゃい細いやつあるじゃん、はい、はいはいはい、であれがさせるようになってる。すごいですね。なんかそれぞれ用意されてるって。そう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 。だからちゃんと変換プラグとか使って細いのから太いのにするとかって、あれよくなくすじゃん。あ、そうなんですよね。そう、もうあれね、言ってもあるある、太くするやつなくす問題みたいな。あ、やりますよく。そう。で、最初からも太いのしかなくて変換できないとかだったら、それこっちにさせばいいし、はい、でイヤホンみたいに細いジャックのやつだったらこの細いのさせばいいので、小技の効いたところがちょこちょこあるんだけど、まあでもとにかくね、それを差し置いてでもやっぱり入力、うん、これがね、もう本当にこの機種の魅力だ。ロクスタさんがこれだけ言うってことは相当いいんでしょうね。まあ同じ価格帯をダーって並べて、はい、全部同じような条件で比較してもらったら、まあアナログ的な太い音が好きな人には、うん、多分ねバッチリハマると思う。だいぶインパクトがあるって感じなんですかね。そうだね、やっぱ太いってハイ寄りとか、はい、こう上が抜けるっていうよりもバッと太くて前に出てくるっていうイメージ。あー、なるほど。そういう音が好きな人にはすごいね、オーディエントいいと思います。で、ここまでがまあ俺のオーディエントを勧める理由なんだけど、はい、またですね、ちょっと嫌な予感してきたな
これもループばっか。そうですよね。そうなんです。ありますよね。ループバック好き？ループバックですか？もう大嫌いになってきた。そう、ループバックってなんだっけね。ループバックですよね。配信の時に使えるやつですよね。配信の時に。もうさ、はい、あのさ、はい、すいません、今後あれだね、ループバック搭載の機種もレジするのやめようかマジで。はい、でループバックはですね、まあ、これで多分9回目か10回目だと思います多分、はいはい、自分が入力した音とパソコンで鳴ってる音を、はい、両方とも配信聞いてる方にお届けする機能です。でループバックをオフにしちゃうと自分が入力してる音は行くんだけどパソコンで鳴らしてる音は行かないんですよ。そうなのでループバックは、まあ、そういう機能ですと。でこれにももちろん、オーディエントもついてるのでさっき言ったマイクとかギターの太い音をそのまま配信に乗っけて皆さんに聞いていただくことがパソコンの音も鳴らしながらできるという感じになってます、はい、であとはバンドルソフト、やっぱり一緒にさこういうオーディオインターフェースについてくるさソフト結構いろいろあるじゃない、はい、でやっぱり一番このオーディエントの特徴的なのはキューベース。キューベース、日本で、はい、そう一番おそらくシェアが多いって言われてるキューベースの LE っていう、LE？ そう、キューベースのちょっと機能限定版なんだけど、はい、キューベース AI っていうのもまたあって、はい、これとはまたちょっと別のバージョンなんだけどこのキューベース LE っていうのがついてきます、はい、であと iPhone、iPad ともこれ実は USB-C から iPhone とか iPad につないで実は使えるので、うん、そちらでも使えるソフトがキューベースのキューベーシスっていうソフトが、これ iPad 版、iOS 版のキューベースなんだけど、はい、それも一緒についてくるので、うん、iPad、iPhone でも使えるしパソコンでも使えます、はい、でそれ以外にもやっぱねこの楽器入力とか入力こだわってるだけあって、俺もギター弾くのじゃない、はい、でストライモンっていうメーカーがあるんですよ。ストライストライモン、ストライモン、ドラえもんじゃないよ。ちょっと思ったでしょ、ストライクとドラえもん掛け合わせてるのかなみたいな。やべえなそれ、やべえな、海外のメーカーなんでストライクとドラえもん掛け合わせて結構やばいぞそれ。でギター弾く人にはもうめっちゃ有名なエフェクターメーカーでストライモンっていうのがあるんだけど、はい、で今まではいわゆるエフェクトのさコンパクトペダルあるじゃん、ペダル系で出してたメーカーが最近2年、1年前とか2年前ぐらいからプラグインも出してきてて、でそこの有名なリバーブエフェクターでビッグスカイっていうのがあるんだけど、はい、それのプラグイン版が実はついてきます。へえ、だからねギタリストにはね超嬉しいの。確かに使い方がいいですね、ギター弾く人は。そうギター弾く人は、まあ、それだけでも結構買う価値だ。機能限定版だけどキューベースついてきてストライモンついてくるの であとね、実はもう一個これもまたちょっとギタリスト目線で恐縮なんだけど、はい、トゥーノーツっていうアンプシミュレーターの中でもキャビネットのところの音を作るキャビネットシミュレーターっていうのをすごい出してる有名なメーカーがあるんだけど、はい、そのキャビネットシミュレータープラグインもついてくるから、そうだからギタリスト狙ってんじゃないかっていうぐらいこのストライモンとトゥーノーツってくると、うん、ギタリストで、まあ、比較的こうエフェクターとかそのプラグインとか好きな人には結構ねグッとくるのよ。確かに刺さりそうな感じですよね。でやっぱりさっき言ったギター その楽器入力の音も太いって話したから、はい、なんとなくね楽器弾く人の中でも特にギターとか、うん、まあ、それこそだからアコギとかで前ね太いなって思った瞬間もアコギだったの。あ、そうなんですね。だから結構ね楽器弾く人にね多分刺さりそうな気がする。なるほど。そう、まあ、他にもねいくつかシンセとかもちろんバンドルソフトあるんだけど、まあとにかく自分がギター弾くっていうのがあるのでそこら辺がね結構ねグッときちゃった。あ、そうなんですね。そうなのでまとめるとオーディエントの ID14M2 はとにかくまず入力の音の太さ、もうこれがこの価格帯の中では俺自身ではピカイチだと思ってる、うん、ただ歌とかよりも楽器の方がよりそれが顕著に出やすい可能性がありそう。うん、まあ自分がギター弾くってもあるので、まあ、そこら辺が非常に響いたポイントでした。で、あともう一つはやっぱり付属のそのソフトウェアがキューベースっていう国内で一番多いユーザー数を持ってるであろう人気のあるソフトが付いてるっていうこと。あとは付いてるバンドルソフトの傾向からストライモンとかトゥーノーツから考えると
結構ギタリストをちょっと意識してるんじゃないかとも思うぐらい、うん、そのバンドルソフトがちょっと燃える、うん、であと意外と小技が効いてるのがさっきアウトが4つあったりとか、はい、このヘッドホンアウトの太いプラグとこう細いプラグ両方ともさせるようになったりとか、トークバックついてたりとか、こういうちょっと小技が効いてるところも結構にくいポイントかなと思ってます、はいはい、ということで、まあ、ちょっとずっとね俺がこのやっぱ音の太さみたいなこと言ったから、やっぱりまみちゃん音ね、はい、聞きたいわよね。もうめちゃめちゃ気になりますだよね。なのでいつも通りまみちゃんの歌と特にアコギの、ね、音ぜひ皆さん注目して聞いてほしいです。特に同じような価格帯の他のうちでもレビューしてるのでそれとも比較してほしいんですけど、あとは男性ボーカルで、あとはいつも通りアウトプットの音 と、ヘッドホンアウトの音、これを全部収録しているので、同価格帯の機種ともぜひ比べてみて、いただければと思います。はい、それでは音源の方行ってみましょう。どうぞ。春の風優しく撫でる、僕は思わず涙が出るんだ。キラキラと優しく照らす、僕の心雪が溶けていた。闇の中差し込み飛び出そう未来へ。